はい、今回はイタリア北部エミリアロマーニャ州のボローニャにあるフィコイータリーワールドを訪問します。今ボローニャの郊外にあるフィコイータリーワールドという施設に来てるんです。でこれが、イタリアの、食をテーマにしたフードパークで一番でかいものって言われてるんですけど、今日が、平日なんでものすごいゴーストタウンみたいです。ものすごい広い敷地なんですけど、もう人よりお客さんより従業員の方が多いんじゃないかっていうような状態です。まあそれはともかくとして、中で、イタリアの、名産である、チーズ、ワイン、パスタ、まあオリーブオイル、まあそういったようなものを、試食して、まあ、有料で試食したり、できるというところらしいんですけれども、まああまりにも人がいなさすぎてどこから手をつけていいかわからんというのが実際のところでございます。まあちょっとね、いろいろ撮ってはいくんで、ご紹介したいと思います。それでは。イタリアの大きな街に行くと必ずイータリーはあります。成城石井みたいなノリですね。ここはその総本山といった趣です。とにかく広大な敷地なんですが、イタリアの美味しいものについて学べて変えて食べれる、そんなコンセプトになっているみたいです。早速僕たちもワインとチーズを試食しました。有料ですけれどね。この日は稼働していませんでしたが、校内には牛乳工場もあります。結構本格的な作りです。おそらくお客さんの多い休日にはここで作ったものを買えるんだと思います。その他、こんな展示スペースもあったりしてよくわかりません。しかしアーティスティック。ビアンキの自転車を借りて移動することもできます。ただ借りるにはパスポートを預けなければいけないので僕たちはパスしました。これを借りられたら荷物を自転車のカゴに突っ込んでしまえばいいので楽ができました。食べ物だけでなくガーデニング用品も充実しています。センスの良いイタリアンデザインのテーブルウェア、調理器具、家電など、その他イタリアのいいものがたくさん揃っています。僕も財布の紐が緩くなってしまってマキネッタや食器など買い込んでしまいました。とにかくデザインがいいんですよね。ほんとイタリアの製品は。 B も目の色を変えて買い物していました。イータリーのエコバッグです。日本に入っていないものもちらほら。そしてお楽しみのワインコーナーです。大きなメーカーのフォンタナブレッタ社の製品が多いですが、小さなメーカーのものも取り揃えていて非常にバラエティ豊かです。ワインが好きな私は一日ここに入れますね。さて試飲しましょう。これが試飲できるワインリストです。よくわからなくても大丈夫。ソムリエに好みを伝えればぴったりなものを選んでくれます。英語で OK です。今回は軽めでフルーティーな赤をチョイス。ピッツェリアに菓子を変えて、イタリアンビールとピザで一杯。これも幸せ。酔っ払ってお腹も膨れていい気分です。出口の近くはスーパーマーケットになっていて、街中のイータリーと同じものが買えます。値段は他とそうは変わりません。でも品揃えには圧倒されます。まあそんなわけでボローニャ中央駅からバスで20分ぐらいなんですけれど、ここは非常におすすめな観光スポットです。ボローニャを起点に北イタリア巡りも楽しいと思います。ただですね、そこここに置いてあるこういうオブジェが